星木の発散万弾2回目ですイエーイあのカメラをねあの両手で持ってるので拍手できないんですけどあのー、2回目ということで今日も喋っていきたいなと思いますえっとまあ最近はですねやっぱちょ,ちょっとあったかくなってきたじゃないですかで僕夏の夜の雰囲気というか匂いが好きなんですよなので昨日の夜あの夜にあそう昨日の夜あのちょっと窓を開けて こう,うだーってこうグダグダしてしたんですよでまあちょっとしてまあ、まあ、窓開けてたから、まあ、窓閉めて寝てそしたらなんか蚊が俺の部屋に入ってきてたっぽくて朝起きたらめっちゃ蚊に刺されてて4か所ぐらいあのまず、えー、左ふくらはぎで分かりやすいところだとここ右の手首ほらここね右の手,手の甲そして、えー、左の 二の腕に3か所3か所刺されました川崎恭敷ですよろしくお願いしますでですねえー、っとまあ今はバンクパックの、えー、お稽古中なんですけどまあその初めての舞台で結構本当に学ぶことが多くてチャレンジをずっとさせていただいてる毎日なんですけどそのまあ何が嬉しいっていうと その自分のアイディアとか自分がここのセリフこうした方がいいんじゃないかとかこのセリフ自分で付け足しちゃえとかっていうのが採用された時に自分の力でこの作品が良くなってるんだなとか自分がこの作品に加われてるんだなっていうのを実感できるのでやっぱその自分の味が台本に反映された時に僕はすごい、あのー、幸福を感じております。 はいでまあ今日はもう2分経っちゃったんでもうそろそろ終わろうと思うんですけどまあ今後は結構前の話もしたいんですよちょっとエピソードトーク溜まってるのであのそれもね是非発散していきたいなと思ってますので、えー、気軽に、えー、この発散マンダンを聞きに来てはいかがでしょうか。 はいというわけで、えー、5月もねもうそろそろ終わってしまいますが最後まで毎日更新やりたいと思いますのでよろしくお願いしますというわけで「えー、体中が痒いかわせこし」でしたバイバーイ